はい、こんにちは。小豆島の漁師、濱家です。今日はですね、マダラちゃんと一緒に沖にドライブに行きたいと思います。ね、ドライブという言葉でもうマダラちゃんが来ましたね。この子は本当によくわかってる。あららら。ほら、マダラ。みんなに 見たいんやったらこっちこっち。よしよし。あ、いい子ですね。じゃあマダラちゃんのね、海でドライブに行くわけですけど、まあ犬は本当はね、ライフジャケット多分つけなくていいんですけど、まあつけた方が YouTube 的にはいいかなということで、一応人間のものしかないので、人間のものをね、マダラちゃんの胴体にこれ、つけてみようかなと思います。あっ、めっちゃ怖くなるね。まあ僕がいるんでね、溺れる心配はないんですけど、ちょっと待て待て。よし、まあこんなもんでいいでしょう。これでマダラちゃんにね、装着できました。ほらこんな感じで、まあ大して意味ないんですけど、まあ僕がいるんで溺れることは十中八九ないでしょう。さあ行きましょう。当然僕もライフジャケットをつけないといけませんから。さあ行くよマダラちゃん。よし、じゃあ行こう。あら、かわいいお尻が気になるようですね。待て待て、一応これつけていこうかしら。待て、はい、それじゃあマダラちゃんと沖へドライブやってきました。マダラちゃんどうですか、沖は。ちょっとね、あんまり楽しくはなさそうですね。マダラちゃんどうですか、海は。あんまり楽しくないようですね。どうでした、マダラちゃん、海は楽しかった？あまり楽しそうではないですね。まだら他のドライブの方がいいか。うんと言ってます。よし、それじゃあ他ドライブに切り替えるか。何吠えてんの？一緒だよまだらちゃん。よし、それじゃあ他ドライブに切り替えましょう。待て待て、やっぱドライブをするにはハーネスをつける必要があるので、この買ったハーネスを使います。よし、行こうか。それじゃあドライブ、ドライブ、まだドライブやで、こっちこっち、車やろ。よし、よし、ね、よし、よし、あれ乗らんの？閉めるで。今日は珍しくマダラが乗ろうとしないですね。普通の散歩がいいのか？閉めるよ。乗るの？乗るの？閉めるよ。帰る？帰るんかい？帰るんかい？もうドライブ疲れしたようだね。いや、マダラちゃんもね、以前船乗った時は楽しそうにしてたんですけどね、やっぱカメラがあると緊張するのか。拭きましょう。よいしょ。ドタンマンだな。なんか食べたい。なんか食べろ。マダラが食べれそうなもの。
ここにいいものがあるな。この栗を剥いてあげよう。スプーンで切って、あ、ちょっとまだだぞ、待て。よし、ご褒美の栗を美味しそうに食べてます。もう食べ終わった。早すぎるよ君、早すぎまだらだな。よし、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。